あとすいません、ちょっと別件で地方自治法の改正案についてお伺いします。大規模な感染症ですとか災害などの、想定外の事態が起きたときに国が自治体に対応指示できるようにするという、地方自治法の改正案がですね、今月にも国会で審議が始まる見込みです。でこれ国の権限強化にもつながるものでして、その地方分権に逆行するというような指摘もあります。知事はその新型コロナの際に陣頭指揮を取られた経験もお持ちですけれども、その有事の際にその国が指示権というものを行使して、その地方自治への関与を深める、強めるという、こういった改正案についてどういった所見をお持ちでしょうか。超有事の時においてはちゃんと権限と責任、ここを明確にしておくというのは僕はやっておいた方がいいと思います。なので例えばその権限によっても、その国が決めるっていうのは決してなんていうのかな、もうそこを権限と責任を明確にしておけば、僕はそのやっぱ迅速な意思決定をどんどんしていかなきゃいけないところはある時はあるので、そういった意味ではそこを整理するというのは僕は別に反対は してないです。なので、本当超災害時だとか超有事がなった時に、知事の権限はここ、国は、ある意味ここまでガッとやりますっていうのを決めるんであれば、じゃあちゃんと国も組織作ってちゃんとしてやり方で当然やってもらわないと困りますけど、地方とすれば。でもそれはある意味国会のルールとして国のルールとして定めて やっておくっていうのは僕はそんなに悪いことではないと思っています。一番良くないのは権限と責任が不明確になって誰が責任者か分からない中で、コロナの時もそういうことありましたけれども、ふわっとした中で誰が責任取んねんみたいな感じのはやめた方がいいと思ってますので、そういった意味では例えばこの災害の大災害が起きた時っていうのをある意味、災害庁を作るかどうかわからないですけれども、その例えば災害庁があるんであればある意味ガッと入っていって、その時はおそらく地方の被災地県も被災してるはずですから、強烈な意思決定をガンガンやっていくっていうのは、そこをあらかじめ法律で定めるのは、別に僕は悪いことではないんではないかと。だから権限と責任が不明確になるのが一番良くないので、誰が決めるかわからないみたいな、お見合いするみたいなのは一番良くないと思います。